千0 0 0年国勢調査時の人口は2556人だったが、2007年の推計時には2771人に増えた。軍名は、米英戦争で、カシカン・セミノール戦争では、陸軍大将として、選考を挙げ、会員議員も務めた、トーマス・グラスコックにちなみ名付けられた。国勢調査局によると、この軍の総面積は373平方キロで、 うち0.21%が水域となっている。2000年国勢調査の結果をもとに作成した軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査時点で、この軍には2556人、1004世帯、715家族が暮らしている。人口密度は1平方キロあたり7人で、平方マイルに換算すると18人となる。住居数は1192件で、 1>, 1平方キロに平均3件が立っていることになる。住民のうち白人は90.61%、アフリカ系は8.29%、ネイティブアメリカンは0.23%、その他の人種は0.12%、根結は0.74%、ヒスパニックは0.47%を占める。1 0 4世帯のうち32.8%は18歳未満の。 子供と暮らしており 58.、58.7%は、夫婦で生活している。9.6%は、未婚の女性が、世帯主であり 28.、28.7%は、家族以外の住人と同居している。26.3%が、一人見世帯で 11.、11.9%を、独居老人の世帯が占める。一世帯あたりの平均構成人数は2.44人。 家庭の平均構成人数は2.94人である。住民のうち23.8%が18歳未満の未成年 7. 7、7.7%が18歳以上24歳以下 26.、26.8%が25歳以上44歳以下 23.、23.5%が45歳以上64歳以下 18.、18.2%が65歳以上となっており、 平均年齢は40歳である。女性100人に対して男性が92.5人いる。一方、18歳以上の女性100人に対しては87.6人いる。1世帯あたりの平均収入は29,743米ドル。家族ごとでは36,629米ドルである。男性の平均収入は32,896ベドル。 女性の平均収入は22,500ベイドルで、労働者でない人々も含めた、住民1人当たりの収入は14,185ベイドルとなる。総人口の17.2%、家族の9.4%、18歳未満の子供の10.7%、及び65歳以上の高齢者の38.5%は、貧困線以下の収入で生計を立てている。 ありがとうございます。